こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルジオビットは始めていきましょう。ということで、開幕まであと4週となりました。引き続き今回も練習試合を行っていきたいと思います。今回はピーターローズ、さあどうだ。さあピンチ。これはもったいない。さあ落ち着いてつなぐサッカーをしてほしい。急になんだ。反則ですね。負け癖がついてはいけません。結構負けた後は響きますからね、この試合は。あー、さあなかった、よかった。さあピンチが続きますが、あーっと入れられてしまった。これはいけません。終始押されてる感じです。士気も下がる感じですかね。エリカ。出ました。これはコーナーキックにまたなります。時間がもうほとんどない。2点目。入れてしまった。これはいけません。メモン優勝チームは2点差つけられて完敗とはな。終了です。大丈夫なんでしょうか。残します。はい、救われますが。ピンチなんですよね。
がこれもダメ。このコーナーキックになってしまいます。そして結局試合終了直前入れられてしまいます。入れられてしまいます。5対2で破れ去ってしまいました。尻尾もシュート入れられてるのか。これはいけません。追加されました。さて次に練習じゃないです。うわー5000万か。能力は高いんですよね。ちょっとお安くできませんかね。プレイの機会がないですね。もったいない。ハートがしご飯してみましょう。まあしゃあない。ペンタゴン行きましょう。弾丸シュート入れました。え、同点追いつかれた。流れが良くないなと思ったら、ノエル、マークしてたのかかわらず、そう、止められなかった。くるみ、2点目。再度リードしました。
相手を内島にイエローカード、前に押し出します。ノーホイス、もうほとんど時間はない。組み取りまして、これで試合終了、2対1で勝利です。はい、佐々木優衣シュートを決めました。同点に追いつかれてしまいますね。これはしてない、素晴らしいパスない、すぐにプレミア決めてくれます。ゴールポストギリギリに入りました。プレミア大奮闘、チームの悪いムードを一掃するのはくるみです。怪我ほぼ開幕と同時か、初戦は出れないかもしれないですね。成長してきています。はい、というわけで今回はここまでとなります。次回は開幕前の最後の練習試合の回になると思うと思います。また見てください。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。
ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。またカルチョビットアーの今までの動画集プレイリスト、説明欄にアドレス記載します。こちらをご覧いただければと思います。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいきます。